さてさて、また届きましたよと。おいおい、ちゃんちゃんちゃん、あ、住所がバレる。さあ、何でしょうか。見て、これハサミ。うん、イエイ。ちゃーちゃん来たらさ、擦れないようにやる。あ、そうだよ、なんか通知表持ってきて。あー、通知表。お兄ちゃんの見て、なんか落ちたよ。え、ジュースの何も来てる。ねえ、これ？そう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 。はい、これ。秋休みということでね、通知表が届いたんですよ。こちらいい。お、いいじゃん。6.5。ねえ。これよ、そんな。はい、これポイント。また箱。そっから持たないで。おもちゃ。違うよ、ほら。え、足。ちちちち。背の低い子、ちっちゃい子のために。パッサン。パッサン。ああ。あれ。怖。怖。ちょっと取れないんだけど。もうね、大騒ぎよ。あの、いい、足台が来たっつって、もうそれだけなのに大騒ぎっていうね。私の音楽教室ね、ほとんどがシニアの方なんだけれども、中にはね、小さいね、あの未就学のね、子供たちも来てくださるので、その子たちに向けて足台をついに買いました。今まで使ってた足台は、あの子供用のカウチみたいなのを下に引いてたんだけど、やっぱりちゃんとピアノと同じように、あのピアノの足台としてあった方がいいかなと思ってね、こうやって少しずつ、音楽教室のものがじわじわと増えていっておりますよ。もうありがたい限りよ、本当に。娘ね、だいぶ大きくなっちゃって足台いらないんだけれども、の家族の中で一番ちっちゃいのが彼女だから、一応あの試験試運転としてね、使わせていただきました。いいよ、こうやってさ、横のつまみでさ、上がったり下がったりする、こんなのだったかなって言って、自分の小さい頃に使ってた足台ってこんなんだったかなって言ってね、まじまじと初めての足台をね、思う存分でね、ペダルも踏めるの。ペダルを踏むと本当にピアノの方のペダルもこう使えるようになってんのよ。すごいよ。オッケー、いいじゃん。さあ、急に縦取りになりましたが、ここからはね、前回来たパラバルーンを使った初めての日のリトミックの様子をお届けしたいと思います。あ、ちゃんと横の取りになったわ。今取ります、いいですか。おはよう。うん、大丈夫大丈夫。さあ、私の YouTube をね、まあ、イタリアの頃も YouTube やってたんです。あ、ご紹介遅れました。私、あの15年間イタリア人と結婚していて、2022年に子供2人と無一文で日本に帰ってきたんですけれども、紆余曲折を得てですね、現在音楽教室をしているものでございます。で、その一環として、あの幼稚園とか保育園を回ってリトミックをやったり、高齢者施設などを回って音楽療法、あのお教室では声楽、ピアノ、美顔ボイトレなんかをやりながら、通訳、翻訳、そして中国語、英語、イタリア語の、あのオンラインレッスンもしております。ほら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 、見て見て、出るよ。前回の動画であげたパラバルーンです。なんとね、私この日鈴を忘れてしまって、パラバルーンしかできなかったの。だから、あの次のレッスンではね、手首に巻くスタイルのね、鈴もね、必ず持っていかなきゃなって、この時ね、ちょっと反省してるところでございます。はい、ここからはある日の声楽レッスンの様子をお届けいたします。私の専門の専科っていうのは声楽のオペラなんですけれども、フジテレビのアナウンススクールにも通っていたりして、声を出すことを、あの専門としております。で、この日はね、美顔ボイトレということで、舌回しちゃってるのよ。ちょっとみんな舌回してる？顎の下にちょっと手を置いてみちゃって、たるんでない？そこを上げていくには、
舌を回すことなんですけれども、今流行っている顔ヨガとかヨガトレーニング、あれ一緒だわ、あのアンチエイジング表情筋のトレーニングとはまたちょっと違っていて、声を出すことに特化した表情筋、顔を上げるのはもちろんなんですけれども、まず一番最初は声の後に顔がついてきて、最後は全体のバランス、姿にまで行くよっていうのでね、やらせていただいております。じゃあこれ見てるあなた、右に10回、左に10回、舌をぜひ回してみてください。回し終わったら、今度はいつも同じ軌道じゃダメだからね、口輪筋、唇の周りに沿って右10回、左10回、ぜひぜひやってみてください。気になった方はぜひ DM を。張りのある声を手に入れて、そして顔も上げていくっていうね、そしてウエストも細くなるっていうね、気になっちゃうでしょう。個人レッスンだけじゃなくてグループレッスンもやっているので、ぜひぜひご連絡をお待ちしております。あ、ちょっと待って。そしてこの YouTube は、まあ本当にいろんなことがあったんだけれども、女性はね、帰ってきてからでも、いつからでも遅くない。まあ女性だけじゃないわ。いくつからでも遅くない。子供がいようといまいと、キャリアがあろうとなかろうと、いくつからでも遅くないっていうのをモットーに、頑張るぞ、中年頑張るぞということでね、やらせていただいておりますので、ぜひ応援のほど、そしてチャンネル登録まだしてないそこのあなた、チャンネル登録ポチッと一つよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。あ、ちょっと待って、今ね、恋の口やってるで、唇だけで上の唇、下の唇を恋みたいにうーんってちょっとくっつけてみてちょうだい。これなかなかできないのよ。で、唇だけに集中しちゃうと今度は声が出ない。声もただ単にうんって出すだけじゃない。上の方を意識して、うーん、はい、みんなもやってみて。そうそうそう、それではチャンネル登録一つポチッとお願いしますね。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。また見てね。バイバイ。